皆さんこんにちは、トミックです。エビの王者、そうだね、俺はね、今までエビの王者を名乗っていろんなエビをやった。伊勢エビの刺身、ロブスターのなんかエビフライ、このロブスターを使ってエビフライを作っていきたいと思います。今回はこちらのロブスターってことで、夏の時期ってこういう系のエビってあんま元気ないんだけども、冬場のねこういう系はめちゃめちゃ元気がいい。見てごらん、めっちゃハサミが動いてるでしょ。地上に置こうか。ロブスターのハサミもめっちゃ元気いいから、買った。おー、あーやばい、え、強っ。動画で伝わらないな、つらい。レッドゥーローゼー、ドゥ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 レッドゥーローゼー、レッドゥーローゼー、ドゥ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 レッドゥーローゼー、今回はね、この元気のいいロブスターを使ってエビフライを作っていきたいと思います。絶対うまいと思うよ。まずはね、ロブスターの下処理に入ります。ロブスターはね、伊勢エビと同じようにお腹のここに、膜があるんで、それを薄く切って切っております。いいね。エビフライに使うのはここの部分を使います。うわ、うわ、めっちゃピクピク言うじゃないか。うわー、やばいぞ。うわー、うわー、うわ、なかなかおぞましい。裏をね切るとこんな感じに、ここから切るのが難しいんじゃないかな。なんか背わたも一緒に取れちゃった。できました。大体こんな感じ。エビフライにしてはなんかボリューミーな感じだね。好みのね、水分を全部拭き取ります。拭き取らないとね、油で揚げた時に大変なことになるから。エビフライのために、エビフライのために卵を溶く。まずは曲がらないようにね、竹串を使います。できました。ロブスターのエビフライです。思ってた以上に明らかに尻尾のインパクトやばいだろ。串はね、熱かったので、あの、外せませんでした。いただきます。インパクト、インパクト、普通にうまい。ここで衝撃的な事実、いつも使ってるこれくらいの車エビをエビフライにするより、これくらいのロブスターをエビフライにする方が実は安い。